はい、どうも、こんばんは。今日は、ちょっとね、中国についてちょっと語りたいと思います。反日の中国っていう国家は、ね、本当に日本が、本当、軍事に対して本当ね、もう、全然ダメだよね、日本の軍事っていうのは、やっぱり。だって、あれでしょ、攻められても、日本の場合は、中国から攻められても日本の場合はやり返すことができないというか、中国に舐められっぱなしっていうことだよ、本当に。そう。もうそれは本当ね、ちょっと、すごいことだよね、本当に。舐められっぱなしだからね、中国に。正直な話。じゃあどうすればいいのかっていう問題なんだけど、中国に攻められっぱなしで、しかも尖閣諸島は中国の領土だって言われてるわけだ。どう考えても、韓国、北朝鮮の方が中国からしたら、近いのに、なのに尖閣諸島は中国の領土っていうのはすごいおかしいと思う。韓国と北朝鮮が中国の領土っていうのはすごいわかるんだよ、陸続きだから。尖閣諸島は海の上にあるわけだ。だから、中国が領土主張するのはすごいおかしいわけだ、本当に。本当にね。本当におかしいんだよ、それは。マジで。それはすごい言いたかった、今日は。どうも、こんばんは。今日はね、もういろいろと話していきたいことが山ほどあるんで、まず韓国について物申したいですよ、ほんと。反日韓国。韓国と中国ね。中国の言ってる人はすごいおかしくて、俺は思うんだよ。中国からさ、尖閣諸島より韓国、北朝鮮の方が近いわけだよ。どう考えても尖閣諸島より中国の歴史的観点から見たら、どう考えても、北朝鮮の韓国は中国の領土なんだって。尖閣諸島を中国の領土って主張する前に、韓国と北朝鮮を中国の領土って主張する方が筋が通ってるんだよね。どう考えると距離的な感覚で言うと、韓国と北朝鮮の方がね、中国から近いし、本当に。どう考えても、本当にね、違う、韓国と北朝鮮は中国の領土。それは本当に間違いないからね、本当に。嘘じゃないって、本当。間違いなく、どんな視点から見ても、ね、ほんと、韓国と北朝鮮は中国の領土だね、もう。尖閣諸島は日本の領土です。はい、どう考えても。距離的な観点だね。もともと韓国と北朝鮮って国なんて、もともと中国やったんだから、中国は尖閣諸島より、韓国と北朝鮮を我が領土って主張するべきなんだよ。ほんと、論理がめちゃくちゃだよね、中国っていう国は、ほんとに。ありえないっしょ、ほんと。ってことね、お父さん。